どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみようと思います。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングはドーン、バックナンバーの怪盗、キュンとくるラブソングですよ。このちっちゃいウクレレで奏でてまいりましょう。この曲はですね、日テレのドラマ恋はディープにというドラマの主題歌ということで、これ歌ってみたい方多いんじゃないでしょうか。ちょっとこれ歌がですね、難しいんですけど、かっこいい曲。このちっちゃいくらいで弾けるように取り組んでいきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はですね、あのノリノリのビート、シンコペーションもやまる。結構これかっこいいバージョンはね、難度高いですけど、もうこれキレッキレの16ビートで、もう疾走感が、もう怪盗ですから、こう盗み取るみたいな感じでね、こうスタイリッシュにいきたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどなかなかチャンスがなかったという方や、音楽やろうと思って楽器をやったんだけど挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムを見て、今もう全世界中の方がもう何万人もこのガズレレで音楽始めてます。ガズレレ YouTube ももうチャンネル登録者の方15万人オーバー、ありがとうございます。そんな感じでご活用されていても簡単なんでね、すぐできますから。もうちょっとしたらここにそのプログラムのリンクを貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってわーわーやってるだけでもあっという間にできます。これね、 YouTube 動画ですから無料ですからね。今すぐ音楽始めましょう。ここからです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているガズレレ超簡単レッスン動画&課題曲、もう1600曲オーバーでございます。皆さんの好きな曲いっぱいあると思いますよ。どんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。バックナンバーの怪盗、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー。デンデデンデン、デン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 、ここから君を奪って夜空を抜けて、宝石みたいな街を飛び越えて、君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。そのまま海を渡って遥か地に乗って、虹を蹴散らして空にばらまいて、君は今日も明日も君のままでいていいんだよ。君がいれば僕に不可能なんかない。これから君を奪って夜空を抜けて、宝石みたいな街を飛び越えて、君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。そのまま海を渡って遥か地に乗って、虹を蹴散らして空にばらまいて、君は今日も明日も君のままでいていいんだよ。君がいれば僕に不可能なんかない。デデン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 
ーの。バックナンバーの回答、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。これコードはまあまあ簡単にしてるんですけど、歌のメロディーとタイミング、これはなかなかのもんですよ。特にサビの中でね、君が想像したことないぐらいマーブ打ち伊勢、このところここのところのタイミングはですね、全部裏拍で来てるところで、もう溜めてねこれ歌うときに、ここがもうね、なかなかこれはもう相当聞き込んで、あのニュアンスをつかむのは大変だと思うんですけど、まずこのシンプル簡単バージョン、何回も何回もやって練習していきましょう。あ、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルウクレレ練習用ショートカットアレンジバージョンになっております。私フルコーラスやってみたいという方、安心してください。コード進行1番と一緒ですので、2番のこう1番のコード進行を書いていって、2番の歌詞を書き出してオリジナルの楽譜を作ってくださると、できるようになりますからね。それでもちょっと取り組んでみるといいと思います。これオリジナルの構成で、1番のサビをやった後にちょっと間奏を入れて、もう2番のサビを、でもちょっとしかサビ、 ここからとこれからしか言葉変わらないんですけど、そんな感じで終わったというショートカットアレンジになっております。そしてまずはね、皆さん今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube チャンネルと一緒に何回も合わせて練習して一緒にできるようになってください。そこがまず最初のステップですね。今のコードと歌詞が出てますから、ゆっくりでいいんで何回も何回も繰り返し。で、一緒に合わせられるようになったらおめでとうございます。まずファーストステップクリア。これはいい感じです。じゃあ次のステップ行きましょう。その次のステップは何かというと、今度は、YouTube に合わせるんじゃなくて、皆さんお一人だけで音楽を生み出してください。自分一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これがいいんですよね。で、最初のうちはやっぱ楽譜を見て練習した方がいいと思います。いずれ覚えちゃってね、なんか外でもパッと歌えるようなスタイルになるのがいいと思うんですけど、まずは楽譜見て自分に落とし込んでいきましょう。じゃあ楽譜ってどこにあるんでしょうということなんですけど、安心してください。今ですね、ガズはですね、これを見てください。もうガズのノートも26冊目ですよ。はい、このノートに今の書いて、これをね見ながら今演奏したわけなんですけど、もうちょっとしたらこれを今映ってるこのカメラにダーンとこんな風に映して、こんな風に書いたらいかがですかってシェアするんですけど、今めっちゃいいサービス始まってます。これです、ドン、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の回答を含むガズが手書きで書きまくってきたもう膨大なストックのガズの手書きノート楽譜の中から、毎月5曲皆さんのお気に入りの曲、やってみたい曲、挑戦してみたい曲を選んで、5曲ダウンロードできて、すぐに練習できるっていう画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ、会員メンバーの。すごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗ダクダクで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあこれ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしといてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。回答。バックナンバー。はい。このイントロなんですけど、シンプル簡単バージョンこの辺伸ばしたというのがあるんですけど、この矢印マークとか決めとか、これね、結構後半のかっこいいバージョンは濃厚に攻めますんで、これは相当かっこいいバージョンを覚悟しておいてください。このシンコペーションが山盛りですね。はい。この辺もコード変わってきます。このくるっと囲ってるやつは、下にくるっと囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードでございます。はい。で、ここが注目。2拍ですね。ここ間を開けるってことです。ワン、ツーってちょっと間隔を開けて、A メロに入っていきます。これがキーポイントになります。はい。で、こんな感じで移していくんで、一時停止して、ちょっとメモってください。そして、デモ演奏動画の
中のテロップをメモってもらうのもいいし、先ほど紹介させてもらったこの画像クラブで、この楽譜そのものをダウンロードしていただくのが一番早いと思うんですけど、とにかくどんな形であれ、楽譜用意しましょう。はい、じゃあ写していきます。か？はい。あと、ここ注目。ここからサビが、サビの頭が始まって、ここからサビの、あのリズムが始まるんですけど、ここ、1番と2番で、ここからとこれからの、ここだけ1番と2番歌詞変わってますね。ここ注目ですね。はい。で、こんな感じで写していきます。サビですね、これが。はい。そしてこの間奏なんです。間奏っていうか、うん、まあ間奏扱いですね。で、ここはイントロのね、この2段目のコードと一緒ですんで、これをやって、見てください。サビにもう一回戻る。そんで、サビの最初が、ここですね。これからに変わる。これからに変わるね。はい。で、サビを繰り返して、またここまでやって終わったというのがガズレーオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。なかなか大盛りですよ、この曲は。はい。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。結構いっぱいある。赤く囲ってるコードは後半やるかっこいいバージョンで出てくるんで、ひとまず今、隠しておきましょう。じゃあ言っていきます。C と Am と F、Dm、G7、E7、Em7、A7 です。今日はだから1、2、3、4、5、6、7、8個のコードで、できるわけですけど、これはですね、安心してください、皆さん。入門コードのグループなんです。ガズレレでおなじみの入門コードといえば、ドーン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何だということなんですけどね。これはですね、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思っているウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらね、入門コードなんでめちゃ簡単なんですよ。でも10個いっぺんに覚えようと思うとね、大体頭ごちゃごちゃになってこんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう、すっごい動画撮ってますから、ここにその動画のリンク貼ってます。ここで10個のコード覚えちゃってくださいよ。今日はここから8個出てくるから、遅かれ早かれこれは覚えることになるんでね。はい、今回。このきっかけに10個の子を覚えてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に、今日は声を大にして言いたいです。今のシンプル簡単バージョン4つ引きで、とにかく歌のタイミングとメロディー、このバックナンバーの回答、めちゃくちゃ難しいですからね。もう、タイミングっていうか、その、ためも入ってるし、で、結構曲のテンポが早いので、まあ、これはじっくり聞いて、何回も練習して4つ弾きでまず歌える、ここまで行ってからかっこいいバージョンに行かないと、もうリズムと言葉のリズムがもうごちゃごちゃになっちゃうと思います。しっかり歌を押さえていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンに入っていこう。かっこいいバージョンの解説なんですけど、コードがちょっとね4つぐらい追加ですね。まず1個目、これ Fm です。 Fm は、これよく出てくるんですけど、こことこことここをこんな感じで押さえるのが教科書通り、響きはいい響き。はい。で、ガズさんの場合は、この部分を親指でいつも言ってるけど、押さえると。で、親指で押さえるっても、こういう人たちでも、どっちでもいいんですけど、どっちでも皆さん、押さえやすいの方でいいと思います。親指で押さえる方は手首を上に、人差し指で押さえる方は手首を下に前に出す。こんなイメージでやってみてください。じゃあ次に出てくるコードは、これちょっと難しい。A シャープですね。A シャープは、ね、押さえる場所、ここと、ここと、ここと、ここの4つ。ここ、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 ここがね、2個押さえるから、こんな風にギュッと反らして、ちょいちょいと立てるっていう押さえ方と、あるいはちょっと慣れてくる方は1フレット制覇といって、こうやってビチッとこう1フレット全部押さえちゃってちょいちょいと立てる。こんな押さえ方もできます。これちょっとね、A シャープなかなか難しいんで、この制覇って言うんですけどね、これまっすぐにして、ここにこのぐらいスペースがないと押さえられませんからね、まっすぐにして指挟み込んで、ちょっとテコの原理もこう使うイメージですね。はい。これちょっと体もこうに入れ込んだりして、いろいろこううまく押さえられるか。この1弦と2弦の1フレットの音が綺麗に出るかどうかが問題になります。はい。じゃあ次出てくること。次は簡単。C サスポー。これ一瞬出てきます。C を押さえといて、2弦の1フレット、ここですね。C サスポーか C。これ A メロで一瞬出てくるだけです。はい、次はこれです。ドン。A サスポー。これ渋い響きです。これ押さえるのは簡単ですね。A マイナーのとことその下です。こことここですね。つまり、ここ。サビに行く前の B メロの一番最後でこれ、このフレーズでちょっと雰囲気を出してサビに突入。こんな感じでいきたいと思います。はい、今日出てくるリズムなんですけど、今日出てくるリズムはこれドーン。16ビートと16ビートのちょっとカッティングとシンコペーション。これはね、今日はリズム難しいです。はい、難しい。これ出てるだけでも難しさ満載っていうようなイメージがあると思うんですけど、この出てるリズムの濃厚解説動画、ここにちょっとリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、それぞれのこの弾き方の濃厚な解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされておりますので、じっくり見てやってみてください。ちなみにこの16ビートっていうのはね、なかなか簡単そうに見えて難しいリズムとして有名でございまして、どんなリズムかというと、じゃあ C でやると、まず16ビート。こんな感じ。16ビートのチャだとこんな感じになります。
カッティングとね、シンコペーションっていうのがね、これがまたちょっと説明がいろいろあるんですけど、ちょっと前奏からいきなり、ものすごい勢いでいろんなものが登場するんで、パートごと分けて、今からイントロから解説していきます。じゃあテロップ見てみましょう。最初こう決めなんですけど、ちょっとデモ演奏してみますわ。ワン、ツー、スリー、テッツ、デンデン、デン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 、デンデンデン。これ、難しいですよ。これね、ちょっとね、まずはね、もうこれフレーズで覚えちゃうしかないんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ツ、デンデン。ワン、ツー、スリー、フォー、ツ。F で、チャンチャン。アップですね。チャンチャン。裏で来てるわけ。で、ここで矢印マークの F の前にこれ。これが、ワン、ツー、スリー、フォー、ズってこう、ちょっと前に食い込んでるのがシンコペーション。前のにリズムがズコンと食い込んでくるということですね。これでもね、そうやって考えるパターンで覚えちゃった場合とは、まず口で言ってみる。ワン、ツー、スリー、フォー、ズ、デン、ダン。ダン、ツ、ダン、ダン、ダン。ダン、ツ、ダン。こうです。そうすると、ワン、ツー、スリー、フォー、F、F、G、7、A、マイナー。こんな感じで、ワン、ちょっと待って、ワン、ツー、スリー、フォー、わかった、でんでん、タン、このツタン、ツタンが G7 ね。その次 Am、 またシンコペーションだから、タン、タン、タン、ツタン、こんな感じです。ゆっくりやると、ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、チャカチャカ、パン、パン、パン、ダン、チャンチャカチャカ、パン、パン。今のチャンチャカっていうのが、今度これカッティングになるわけですね。もういきなり来ますよ。チャン、カッティングっていうのは、左手で弦を触っといて、このカチャカチャ言わせるんですよね。ちょっとゆっくりように聞いておいてくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。今のチャカチャカ言ってるのがカッティングです。ちょっとね、繰り返すんで、ゆっくり、なんとか掴んでください。ワン。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じですね。ここのね、前奏の決めのフレーズをカタカナで書くとこんな感じになるかなと思います。ちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、タータ、チャカタカタカ、タツタ、タータ、チャカツカ、タカタツタ、こんな繰り返しですね。タータ、チャカツク、チャカタツタ、タータ、チャカツク、チャカタツタ、これをちょっとイメージしてやってみてください。ここ一番難しいかもな、今日で。いきなりド頭からね。で、ここでメロディーをこう口ずさむ。ワン、ツー、スリー、フォー、デンデン。リズムが入っていて、その次のところはデン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 、ダン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 ってダウンピッキングでダン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 、このタタタタって書いてるとこはこんな感じでやってみると思います。で、その後もシンコペーションが応酬ですね。イントロ全部やってみます。ワン、ツー、スリー、デン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 、ここまでワンセット。なかなかですよ。これ、F マイナーと A シャープ。この、ここもね、なかなかこの移動、高難度でございます。イントロだけでも結構長いっぱいですけど。はい。これちょっと何回も繰り返して練習やってみてください。それでそこから A メロに入っていくんですけど、A メロだけは16ビートです。チャが入らないやつ。そうするとちょっとおとなしいイメージになります。じゃあちょっと目を閉じて、こんな感じでサラサラ流す感じで、で B メロの物語から物語の、この大きい感じのちょっとこうファン、ちょファンキーなんだね、16ビートのチャも。そんな感じで16ビートチャで入っていって、サビに突入なんですけど、そのサビに行く途中、サビに行くところの瞬間が無音になってサビに突入するんですけど、その後シンコペーションがまた入ってきて応酬なんですよ。その B 面の、一番最後の方からやってみようかな。連れ去ってと合図をにしようかな。連れ去ってと合図を触れたら、A サスポで、ここから君を奪って、夜空を抜けて、宝石みたいな街を飛び越え、
毎回毎回シンコペーション、これもうずーっと入ってくるんで、このシンコペーションに、惑わされて、言葉がね、ちょっとおかしくなっちゃうんですよ。この中でさっきの一番難しい、君が想像したことないくらい、この歌詞を歌うのだ、もうめちゃめちゃ脳トレ。ちょっとサビの最初からやってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。ここから君を奪って、夜空も抜けて、宝石みたいな街を飛び越えて、君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。全部このシンコペーションだからね、ここの中で歌っていく、これはもう脳トレっていうか、もうね、クラクラするぐらいのやつでして、わー、ガズさんも昨日の夜からもうずっとここのところを練習してました。相当聞き込んで、こう体にね、こう、覚えさせないとですね、ここ難しいっす。ただ歌うだけでもここのリズム結構難しいと思うんでね、まあ、さっきも言ったけど、歌の練習だけでもまずさ、じっくりしといた方がいいっていうのは、こういうことの時のためですね。あとはこんな感じ繰り返しで、スーッと流れていくんですけど、まあ、なかなかのもんですよ、これは。はい。じっくりゆっくり、もうパートごと分けて練習していくのがいいと思うんですけど、はい。でもね、そういうことばっかりじゃなくて、いつも言ってるんですけど、この歌詞の中身とかね、歌のムード、これプロモーションビデオも YouTube で公開されてるんですけど、あの映像とか、ドラマのシーンとか皆さん思い浮かべながら、やっぱ音楽ってその感情も入ってないと、やっぱりまだちょっと物足りない感じがあるんで、そういうの含めて、一曲に仕上げていきます。それではやっていきましょう。バックナンバーの回答、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3。やってみました。このイントロのあの決めとカッティングのフレーズ、これがなかなかね、やっぱり大盛りなんですけど、歌の中はね、結構疾走感満載で、かつファンキー。あとやっぱりね、サビでね、シンコペーション毎回出てくるところで、歌のリズム感とか音程とか、まあなかなかのもんですけど、とにかくこれ時間はかかると思います。すぐにはできる曲じゃないんで、時間かけてじっくり取り組んでいきましょう。こういうふうに書いてみるのはいかがですかってシェアするんですけど、今めっちゃ便利なサービスが始まってます。これです。お知らせです。はい、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こう、楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。
これを使ってこう中でねこう動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。